こんにちは、皆さん。今日は日本のエンターテイメント業界で輝かしいキャリアを築き上げた伊藤英明さんの人生に迫ります。彼の家族との絆、そして驚くべきキャリアの旅路を詳しく見ていきましょう。伊藤英明さんの俳優としての経歴は日本映画界において非常に印象的なものです。特に彼が主演した映画海猿シリーズは彼のキャリアにおける大きな転機となりました。このシリーズは救難隊員の過酷な訓練と使命、そして人間ドラマを描いた作品で日本国内外で高い評価を受けました。伊藤さんはこのシリーズで主人公の成長と挑戦を熱演し、多くの視聴者に感動を与えました。伊藤さんは岐阜県岐阜市出身で、1993年に第6回ジュノンスーパーボーイコンテストで準グランプリを受賞したことが芸能界入りのきっかけとなります。その後数多くの映画やドラマに出演し、確固たる地位を築き上げました。海猿シリーズ以外にも22年目の告白、私が殺人犯ですや悪の経典など多様な役柄を演じ分け、その演技力の高さを証明しています。しかし彼の人生で最も大きな転機は家族を持ったことでした。家族との絆は伊藤さんにとって新たな価値観をもたらし、人間としての深みを増すことにつながりました。彼は家族の支えがあってこそ、厳しい撮影スケジュールや講師のバランスを取りながら俳優業に専念できると語っています。家族の存在が彼のキャリアにおいても人生においても大きな力となっていることは明らかです。伊藤さんのキャリアは彼自身の努力と才能、そして家族からの支えによって築かれたものです。彼の作品は多くの人々に影響を与え続けており、今後の活躍からも目が離せません。家族を持ち、さらに成熟した伊藤英明さんの演技にはこれまで以上に深みが増していくことでしょう。伊藤英明さんと奥田梓さんの結婚はメディアやファンの間で大きな話題を呼びました。二人の出会いが加藤愛さんの結婚式であるというエピソードは、まるで映画のようなロマンチックなストーリーを思い起こさせます。伊藤さんがすでに映画海猿での活躍で広く知られる俳優であった中、奥田さんは一般の会社員として生活していました。このような異なる世界に生きる二人が結ばれることは多くの人々にとって夢のような出来事でした。結婚式での出会いから始まった二人の関係は、伊藤さんにとって新たな人生の扉を開くきっかけとなりました。加藤愛さんの結婚式という特別な場での出会いは二人の関係において運命的なものであったと言えるでしょう。結婚に至るまでの道のりは二人にとって多くの思い出とともに、これからの人生を共に歩む決意を固める大切な時間となりました。伊藤さんと奥田さんの結婚生活は二人の間に深い信頼と愛情が築かれていることを物語っています。特に伊藤さんは家族を持ったことで人としても俳優としても大きな成長を遂げました。彼はインタビューなどでたびたび、家族の存在が自身の支えであり、彼の演技においても新たなインスピレーションを与えてくれると語っています。家族との時間を大切にする伊藤さんは公私ともに充実した生活を送っており、その幸せが彼の仕事にも良い影響を与えていることがうかがえます。また二人の結婚は伊藤さんがこれまでに築き上げてきたキャリアに新たな賞を加えるものとなりました。俳優としての彼の演技に対する姿勢は変わりませんが、家族を持つことで得られた経験と感情は彼の演技にさらなる深みを加えています。伊藤さんは家族を支える夫として、また二児の父としての役割を全うしながら俳優業においても新たな挑戦を続けています。奥田さんとの結婚は伊藤さんにとって人生の新たな始まりであり、彼の人生とキャリアにおける重要なマイルストーンとなったのです。伊藤英明さんの嫁である奥田梓さんの実家はお金持ちだという情報があります。こちらは事実なのでしょうか？奥田梓さんの実家は大阪ということなのですが、実は大阪に奥田皮膚科という病院があり、この皮膚科が奥田梓さんの実家ではないかと噂になっているようですね。しかしこちらについては確証もなく、ただの噂でしかないようですね。伊藤英明さんが子煩悩な父親としての一面を見せたのは2015年に第一子が誕生したことからです。彼の人生とキャリアにおいて家族は中心的な存在となりました。
特に注目されるのは、伊藤さんが家族との時間を大切にするため、そしてより良い環境で子育てを行うことを目指してアメリカへ移住した決断です。この大胆なステップは、彼の人生観における家族の位置づけがいかに重要であるかを物語っています。アメリカ移住は単に地理的な変化以上の意味を持ちます。伊藤さんにとってこれは新たな生活のスタートであり、家族と共に成長し新しい経験を積む機会を意味していました。彼は俳優としてのキャリアを追求する一方で、子供たちが国際的な視野を持ち多様な文化に触れることのできる環境を提供したいと考えました。このような決断は、伊藤さんが家族に対して持つ深い愛情と彼らの将来に対する強い責任感から来ています。子煩悩な父親としての伊藤さんは、子供たちとの日常生活の中で細やかな愛情を注ぎます。子供たちと一緒に過ごす時間を最優先にし、仕事と家庭生活のバランスを巧みに取りながら家族との絆を深めています。彼は子供たちの学校行事やスポーツ活動に積極的に参加し、彼らの成長をサポートしています。また子供たちに様々な経験をさせ、世界に対する好奇心を育てることも心がけています。伊藤さんのこのような姿勢は、彼の人生観における家族の重要性を反映しています。家族は彼の人生において最も大切なものであり、彼の行動と決断は常に家族を第一に考えたものです。アメリカでの生活は伊藤さんと家族にとって多くの挑戦と成長の機会を提供しました。この経験は彼のキャリアにおいても、彼の演技に新たな深みを加えるものとなっています。伊藤さんは家族と共に過ごした時間と経験を通じて、人としても俳優としても成長を遂げているのです。伊藤英明さんは自身が主演した映画海猿について、最近インスタグラムで心温まる投稿をしました。海猿の原作者から送られた原画とメッセージを公開し、海猿は僕にとって一生の財産との思いを表現しています。この投稿は伊藤さんにとって、海猿が単なる作品以上の意味を持つこと、そしてその経験が彼の人生に深く刻まれていることを示しています。加えて伊藤さんは家族の存在が人生においていかに重要であるかについても語っています。家族を持つまで他人を信頼し、自分の素の部分を見せることの大切さを理解していなかったと述べています。この言葉からは、彼の人生観が家族によって大きく育まれ変化したことが感じられます。家族との絆が伊藤さんにとって役者としてだけでなく、一人の人間としても成長する上での大きな力になっていることが伺えます。伊藤英明さんのこのような最新の話題は、彼が過去の作品と現在の家族生活の両方から多大な影響を受けていることを示しています。海猿への愛着と家族との深い絆は、彼の人生とキャリアの両方において大きな柱となっています。これからも伊藤英明さんのさらなる活躍に注目していきたいですね。伊藤英明さんの人生は、家族との絆とキャリアの成功という2つの側面で彩られています。彼の物語は、夢を追い続ける全ての人にとって大きな希望とインスピレーションを与えてくれます。伊藤さんの今後の活躍から目が離せません。この動画が気に入ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。